はい、どうも、こんにちは。小林麻耶は洗脳に近い状態、精神科医危うい状況に見えた。まあね、小林麻耶さんね、ちょっと今、めちゃくちゃ話題になってますよね。グッドラック降板して、まさかの YouTuber になって、瞑想だけでずっとやったりとかしてるんでしょ？旦那が怪しいんですよね。旦那が怪しくて、自分は神に選ばれた存在、宇宙からのエネルギーを、という、発信をしているスピリチュアルな人物、精神科医の人はこう分析する。麻耶さんは今精神分析では惚れ込みという呼ぶ状態にあると思います。惚れ込みとは洗脳ニアリーイコール洗脳に近いということね。相手への判断力を失い過大評価する、実力以上に評価して欠点が見えなくなる。心が弱い人なんだろうなと思いますけどね。この状態を強化すると、夫が相談相手や依存先を制限しているとするなら、それはある種の常套手段です。例えば、新興宗教では、教団だけを頼りにさせるため、家族と縁を切りなさい、友達との関わりを断ちなさいと、人間関係をシャットアウトさせるのです。麻耶さんの夫がそのように指示したかどうかわかりませんが、番組を降板し、所属事務所と縁が切れ、家族との間に距離が生まれているのであれば、結果的に頼れるのは夫だけになってしまい、ますます惚れ込みが強くなってしまいますと。まあそうでしょうね。今こんな状態だと海老蔵さんともね、どうなんかなと思いますけどね。海老蔵さんも嫌ですよね、きっとね。この旦那がね、なんかやばいやつですよね。なんか志らくさんになんかすごいこと言ってたんですよね、 YouTube でね。麻耶さんからすると、自分を守ってくれてるように見えるんですね。それで依存心がさらに強く、その結果麻耶さんは夫以外に自分を守ってくれる人いないんだというふうに思い込んでしまうのです。共通の敵を作って結束を高めるのはどんな集団でも使う方法ですって、まあ言ってますけどね。なんかね、洗脳って芸能人で洗脳ってまあまあいますよね、今までの歴史上でね。まあ一番僕は印象に残ってるのは XJAPAN の都市ですよね。今なんか名前変わったんですよ、あの人なんだっけな、改名しましたよね。改名するのがまた怪しいですよね。そっか、龍源っていうのか、なんか突然龍源っていう名前に変えたんですよね、確かね。ホームオブハートっていうところかな。それは自己啓発セミナーですよね。まあだから自己啓発セミナーと近いものがありますもんね、その旦那がね。またね、ホームオブハートっていうところで、あ、そう、レムリアアイランドっていうんだな、レムリアアイランドっていう名前でしたね、確かね。都市があれでしたね、自己啓発かなんか、まあ、奥さんがそこの人だって。なんか広告塔みたいにね、なってましたね、一時期ね。ほいで、化け物顎男って言われてましたよね。懐かしいですけどね。なんか都心の化け物顎男っていうのが話題になりましたけどね。ひどい話ですよね、化け物顎男って。なんかそういうのをね、僕は連想しちゃうんですね、洗脳っていうとね。まあ、あとは、元祖で言えば桜田淳子さんですよね、洗脳。統一教会でしたっけ。で、統一教会で合同結婚式で結婚しちゃったんですよね。だから今考えるとすごい話ですよね。まあまだ昭和かな、あの頃って昭和だなのか平成入ってからかちょっと忘れましたけど、相当な昔ですけどね。韓国のね、宗教ですよね。それで合同結婚式っていうので、それまでは会ったこともない人とそこで初めて会って結婚式あげるっていう、もうぶっ飛んだ宗教ですけどね。それで結婚して未だにね、ずっといてさ、なんか花の中3トリオとか言ってて、ね、山口百恵さんも結婚して一切顔出さないでしょ。で、森まさ子さんはなんか引退したり、できたりと繰り返してますけど、まああの人はね、一応ね、ワンオクのタカのお母さんとしてね、また一つのブランド持ちましたけど、桜田淳子さんだけは、未だにね、あの宗教問題まだ引きずってるんですね、被害者がいるとか言って。ちょっとこの前、チラッとコンサート久々にやったみたいですけど、まだちょっとくすぶってる感じですよね。こんな感じでちょっと尺のためにまた一曲、すいません。桜田淳子さんの曲をやらせていただければと思うんですけど、お願いします。桜田淳子さんのね、幸せ芝居っていう曲を一曲やらせてください。尺稼ぎで。泣きながら電話かければ、バカな奴だとなだめてくれ。眠りたくない気分の夜は物語を聞かせてくれる。とてもわがままの私、とてもあの人が優しい。多分周りの誰よりもとてもあの人は優しい。恋人がいます。
しみんな気づいてしまった幸せみたいの舞台裏電話してるの私だけあの人から聞くことはない。どうもありがとうございました。